ヨーヨーパフォーマーのブラックです。この度の大震災で被災された多くの方々に心よりお見舞い申し上げます。僕は当時自宅にいたのですが、経験したことのない揺れに大きな恐怖を感じました。しかし揺れが収まってテレビをつけてみると、自分の状況とは比べ物にならないような悲惨な状況が映し出されていました。ご覧になっていた皆さんも同じかと思いますが、何とかしなければ、そう強く思いました。今も避難所にいらっしゃる皆さんをはじめ、毎日を不安の中過ごされている方が多くいらっしゃるかと思います。日本中が、そして世界中が皆さんを応援しています。皆さんの力になりたいと思っています。僕も決してできることは多くはありませんが、募金活動などをはじめ、少しでも皆さんの力になりたいと思っています。皆さんに家康が来るよう心よりお祈りしております。